ドルトムントに所属する MF アンドレ・シュールレ、27が、今冬の移籍市場での退団を検討しているようだ。ESPN が、スカイを引用して報じた。2016年7月にボルフスブルクからドルトムントに加入したシュールレ。加入2年目を迎えた今シーズンは負傷の影響で開幕に出遅れたこともあり、ここまでの公式戦の出場時間がわずか339分にとどまっている。そんな状況にシュールレは、1月に他クラブへ移籍することを考慮しているようだ。同選手の代理人員後、ハスペル氏が明かした。アンドレ、シュールレはできる限りプレーしたいと思っている。プレー時間が保証されていない時に将来のことを考えたり、より多くのプレー時間を得ることができる場所を探すのはごく普通のことだ。今後数週間で何が起こるかを見て、より多くのプレー時間を得られるかどうかを考えていきたい。